『RKB ラジオ』だての公開収録が開催決定9月13日金曜日16時から福岡グロースネクストイベントスペースで開催ゲストはブーストキャピタル代表で l i n e y a ー顧問の小沢高かさんです詳細や観覧のお申し込みは RKB ラジオのホームページでお待ちしていいます今朝入っててるニュースをお伝えしていきます長崎の被爆体験者が被爆者認定を求めた裁判 44人中15人を被爆者に認める。自民党総裁選、高市経済安全保障大臣が出馬を表明、経済成長が必要だと訴える。パワハラ疑惑で告発された兵庫県の斎藤知事、選挙で推薦を受けた維新からも辞職を要求される。福島第一原発の燃料デブリ、 試験的な取り出しを今日再開2026年の登録を目指す世界文化遺産の推薦候補文化庁の審議会は奈良の飛鳥藤原の9都を選ぶさてまずは今日各紙一面大きく報じているのが被爆体験者の一部を被爆者として認定するという長崎地方裁判所の司法判断についてです 国の指定する地域外で長崎原爆にあったため被爆者と認められていない、いわゆる被爆体験者の44人が長崎県と長崎市に被爆者健康手帳を交付するよう求めた訴訟の判決で、長崎地裁は昨日原告15人を被爆者と認め、県と市に手帳交付を命じたということで、 44人のうち15人全員ではなく一部を認めるという判決ということで原告の方々に笑顔っていうのはなかったんですよね。一部勝訴ということになりました。えー、15人がいたのは長崎市の東部東側ですけども、旧八神、えー、村、砥石村、小賀村という3つの村。 今は長崎市に入っていますが、その、えー、3つの村にいたとされる15人は、放射性物質を含んだ黒い雨が降ったと判断したということで、うん、まあこれまで黒い雨が降ったと認められてなかったんですけども、そこを認める形となりまして、うん、一歩進んではいるんですけれども、ただ、 なんかちょっとまだ全員じゃなかったっていう後味の悪さっていうのは残っているということですね。うん、すね最大の争点は原告たちが被爆者の認定基準の一つ、放射能の影響を受けるような事情のもとにあったかどうかということなんですけども、1999年度の調査で黒い雨が降ったという証言が相当数あったことや、原爆投下の時の風向きが 南西の風っていうことで、まあ、要は南西から吹いてくる、つまり北東方向に吹いてくる。爆心地から北東方向にあるのがちょうどその八神村と、砥石村、小賀村っていうのも、ちょうどその北東方向に位置する風下に当たる、うん、ということもあって、えー、原爆由来の放射性効果物があった確かさが認められると述べたということなんですね。はい。 で、その旧三つの村にいた15人は特定の11の疾病にかかっているため、広島原爆をめぐって2022年に国が設けた新しい基準にも合致するとして被爆者と認定したということです。ただ、えー、残る29人は原爆由来というのは認められていない。うん なんでかなっていうねう、えー、ここに非常にもどかしい思いっていうのがありますよね。もうちょっとここに踏み込んだ判決っていうのを期待したわけなんですよね。広島の高裁の判決っていうのは非常にこうハードルを少しこう下げる部分があったので、それを踏まえた上で今回の長崎地裁の判決には希望を持って臨んでいたところがあっただけに、はい、一部しか認められなかったっていうのは非常に残念です。 さて、続いては自民党の総裁選ですけども、高市さんが出馬表明しました。これで、総裁選への出馬表明というのは7人目ということになります。そして女性としては初めてということになりますが、えー、ただですね、上川外務大臣も今日、えー、昨日ですね、陣営会合で明日、 出馬会見を行うという方針を決めたということですので、まあ明日出馬表明があるかと。あと加藤元官房長官が、えー、今日ですね、立候補を表明するということで、まあこの二人を合わせると9人になりそう。うあとは、斉藤大臣がどうするかというところもありますね。うんうん、そうなると、まあ10人になるか9人なのかというところで、どうやら総裁選争われるということになりそうです。 さて、え、一方、兵庫県ですけれども、斎藤元彦知事らが内部告発された問題で、日本維新の会と地域政党兵庫維新の会、そして県議会第二会派の維新の会は、昨日、辞職して出直し、知事選に臨むよう、斎藤氏宛に連名で申し入れたということです。えー、他の県議会全会派も近く辞職を要求する見通しなんですが、斎藤知事は、 知事を続投する意向を改めて示したということですね。うん、さて、えー、続いて東京電力は10日、今日、福島第一原発2号機の 溶け落ちた核燃料を、いわゆる燃料デブリの試験的な取り出しに着手するということです。準備作業で関連装置の接続順を間違うっていう、すごくこう、初歩的なミスで立ち止まってしまったっていうね、この取り出し作業ですけれども、今日、えー、またやり出すということですが、まあ、ただでさえ遅れてるんでね、慎重さも求められると思いますが、なんとかうまくいけばいいなと思います。聞きたいいラジオ番組何にもななそんな時間は ポッドキャストで過ごしませんか？rkb では毎週40本以上のポッドキャスト番組を配信しています。あなたのお気に入りの声にきっと出会えるはず。ラジコ、i k o Spotify アップルポッドキャスト Amazon Music YouTube ミュージックで rkb と検索してフォローしてください。rkb オンラインのポッドキャストまとめサイトもチェック。